傷だらけなのは頑張った証明だよね。こんなに顔を近づけてしまった。いっそのこといただきます。何やってんのよ。何がいっそのこといただきますよ。あなた板垣くんの妹さんね。ナナコです。私が先ですからね。そんなのご自慢ですか。真柴久美です。板垣奈々子です。16歳です。若いです。若いは余計よ。でも見ちゃおう。ずるい。私も見ます。あ、ランドセル背負ってる。こっちは運動会ね。端っこばかりに映ってるわね。そうですよね。奈々子ちゃんは元気で可愛いし、マリさんは大人っぽくて素敵だし。そんなこと言ってますよ。一体どうします。ここは一つ、後のことは看護師の私に任せていただければ。あ、青木さん。そう、どうしちゃったんですか一体。あ、大声出さないでくれね。張り切って減量したら痩せすぎちゃった。ちょっと増量しようと思ったらつい。ついじゃないですよ。横綱になるつもりなんですか。もし青木がチャンピオンになったら急に態度が変わるのは目に見えてる。俺としては 6-4 で負けちまえと。複雑ですね。事故じゃねえぞ。俺はタイトルマッチ前の大事な体なんだからよ。うるせえ、トラックに突っ込んでやる。お？見せつけてんじゃねえぞトラ。敬語使えよ。黙って聞いてるやつけ上がりやがって。谷口聞くんじゃねえよ。うるせえ、負けちまえバカ野郎。フックが空振りしたところで下から体ごと突き上げるアッパー。タイミングは完全にものにしました。カエルなぞ叩き潰してやる。ダブルパンチに対しては冷静に片方だけカウンターを取ればいい。切りもみコークスクリューは拳の回転と逆に体をひねっているので結局普通のストレートと変わらない。これはどうだ。死んだふり、挑戦者に会っても感情的になるなよ。分かってますよ。